今夜はね、素晴らしくて、この番組内で、どこどこどこ連れてくると。連れてくるときに、もうね、逃げ足が前ですと。ってことは、まずここに出たら、ボールを取ろうとするわけで、左足になって逃げ足だと。そこでね、コーチがちょっとまた通るっていう技で、ポーンと立てたりして出たと。この動きをするとどうなるかというとね、パーター、パーン、パーンの動きの時に、ディフェンス側はパーター、パーンってやりやすいという、パーでもう一回出す。こうで打たれたら困るから、パーター、パーン、パーンのタイミングで足が出る。同じ足でね、いきなり動くと、フリーでも動けません。この瞬間でも勝負ありだったんですけど、さらに、それでも勝てるように頑張ると思ってたから、性格的にね。そこまで考えられていけないって。